じゃあリーダーの歌に六ドンを付与して、はい、1万1000リーダールフィにアタック、チョッパーでブロック、はい、エンドフェーズで。わかりました。じゃあリフレッシュフェーズ入りまして、ドローフェーズ、そしてドンフェーズ飛ばしてメインフェーズということで、じゃあまずこのリーダーのモンキー D ルフィにサウンドローダーを装着させます。ん、はい、で BGM ボタンを押します。あ、はい、え、なんか鳴ってる、なんか鳴ってますね。え、はい、はい、メインフェーズに入ります。まず速攻のゾロを出してドンを3つけてリーダーの歌にアタックします。ライフル受けます。よし、からのドンを4リーダーのルフィに付与してリーダーのルフィでリーダーの歌にアタック。え、え、なんか今音鳴ったよね。はい、鳴りました。え、てか負けた。よっしゃ、勝ったということで、今日紹介するのはこちら、ワンピースカードゲームサウンドローダーボリューム1、ワンピースカードゲームサウンドローダーボリューム2です。いやー、もう熱いバトルだったわ。いやいやいや、さっきなんすかこれ。これですか。はい、なんか音鳴ってましたよね。はい、もうめちゃくちゃ音鳴ってましたね。はい、なんすかこれは。ですね、はい、なんとカードローダーとしてカードを保護しつつ、ボタンを押すことで劇中の BGM や効果音を鳴らすことができる夢のようなアイテムになっております。めっちゃ新しいっすね。めっちゃ新しいですよ。サウンドとカードが掛け合わさったってことですか。はいはい、もう本当にさっきも言ったんですけど、夢のようなアイテムになっております。夢のようなアイテムだこれ。はい、しかも効果もめちゃくちゃキャラ入ってるらしいので、おそこも楽しみにしててください。はい、そしてそしてなんとですよ、はい、ワンピース愛にあふれる企画担当の方に今日はねお越しいただいてるので、3人で一緒に紹介していきたいと思います。はい、それでは早速やっていこう。バンマニ、はい、こちらがサウンドローダーボリューム1、そしてボリューム2の本体になります。もう本当にカードローダーじゃないですかね、見た目。ということで T さんにお越しいただいているので、まずはご挨拶お願いします。はい、サウンドローダー企画担当の T です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。いや、これは本当にありがとうございます。今カード入れてるんですけど、はい、見た目もいいですよ。いや、いいですよね、ちょっと、はい、かっこいいよね。商品仕様について詳しくちょっとお伺いしてもいいですか。はい、まず今回、はい、あのカードローダーということで、はい、プラスチック製のカードケースになっています。はい、縦が 94mm、 横が 69mm、 厚さが 18mm なので、公式のデッキケースにも収納できるサイズ感になっております。最高じゃないですか。嬉しいっすね。いや、もう今リーダーカード入れてるんですけど、うん、最高です。本当にこれがもうデッキケースでそのまま入るってことですね。そうですね、中開けていただくとカードの裏にですね、はい、なんとドンという文字が書いてありまして、見てください、はい、ワンピースを象徴するようなデザインを入れさせていただいております。いや、これ激アツじゃないですか。もうデザインされてるんだ。ちゃんと集中線ありますよ。うん、うん。もうこれだけで愛が伝わりますね。確かに、はい、今までワンピカード公式であのスリーブだったり、そうですね、デッキケースとかはありましたけど、はい、カードローダーって初めてですよね。そうなんです。カードローダー今回初めてで、なんとこのカードローダー音が鳴ります。音鳴るんですもんね。そうですよ。すごいですね。いや、すごい音が鳴るカードローダー、本当初めてじゃないですか。初ですね。はい、では実際に音声を鳴らしながら遊び方の説明をできればと思います。はい、まず側面に交換ボタン、はい、BGM ボタン、キャラ変更ボタンがあるんですが、このキャラ変更ボタンを押すことでこれまで登場したスタートデッキやブースターパックに収録されているリーダーカードのモードに切り替えることができます。すごいですね。ちょっとルフィの音声もう聞きたいです。聞きたいですね。はい、ぜひ聞いてみてください。まずこれカードをセットしますよね。これはい、はい、カードをセットしてで、このカバーをはいつけて、で早速音声鳴らしていきますか。ね、この上のボタンが交換ボタンですよね。はい、はい、ちょっと押しますね。すごい、すごいね。え、ルフィの攻撃が鳴りました。鳴ったね。おお。そしてさらに長押しをしていただくと、もう一つの音を楽しんでいただくことができます。はい、長押しします。かっこいい。
15円とか2種類も入ってるってことですね。そうですね、1キャラクターにつき2種類今回入れています。はい、豪華すぎませんか。豪華だ。ちなみにルフィ以外のキャラクターはどのくらい収録されてるんですか。なんとですね、今回この赤いボリューム1だけで33キャラ分、33キャラ多すぎる。計66の交換が入ってます。すごい、はい、しかもですね、はい、キャラのモードを切り替える際にキャラ変更ボタンを押すと思うんですけど、はい、テレビアニメワンピースのナレーションでおなじみの大場真人さんの声でキャラクター名が再生されるという豪華仕様になっております。本当ですか。聞き馴染みしかない、はい、そうですね、トミーですね、素晴らしいですか。すごすぎる。続いてボリューム2になります。はい、こちらのカラーはブラックで、はい、こちらもクリアの蓋を取ってカードの下を見ていただくとドンというデザインも入れておりまして、はい、おーかっけー。しかも裏のデザインもいいですよ。いいですね。黒に黄色はやっぱ映えますよね。映える映える。こちらの基本的な遊び方はボリューム1と同じなんですけども、はい、ボリューム2はなんと収録しているキャラクターが違います。リーダーカード約32キャラ分計64問の交換を収録しております。も32キャラってことはウタとかサボとかも入ってたりします。入ってます。さらにですね、収録してる BGM もボリューム1とは異なる BGM を今回収録しております。 BGM 違うんですか。違うんだ、はい、何の BGM ですか。なんとですね、はい、作中でも印象的な BGM 追い詰められたを収録しております。僕分かりました。あれですね、最後の方に流れたりする。ああ印象的なピンチのシーンに、はいはい、そうですよね、はい、うわー、それが鳴らせるんですね。はい、ゲーム中に、ゲーム中に追い詰められた。おー、なるほど、はい、面白すぎる。では実際にいろいろなリーダーカードをセットして音声を鳴らしていきましょう。はい、バンマニ、こちらの2商品には特別イラストの限定特典カードが付属します。ぜひゲットしてください。バンダイマニア、今日はワンピースカードゲームサウンドローダーボリューム1、ワンピースカードゲームサウンドローダーボリューム2を紹介しました。本当にワンピース愛に溢れるアイテム、とんでもないアイテムでしたね。これもうワンピースカードゲーム始めるしかないです。そうっすね。みんな始めよう。はい、うん、僕これまでいろんなカードゲーム遊んできましたけど、はい、カードと音が融合するなんてもう初めてだから、はい、ですね。めちゃめちゃテンション上がりましたね。しかも収録音声もめっちゃ多くて。そうなんです。いやー、まさにカードゲームもね、新時代って感じですね。いや本当にそうですね。うまいこと言います。いやマジで、でも、うん、激アツですよ。しかも、はい、効果音っていうのがまたいいですよね。いいですね。一緒にもうアタックするときに鳴らせるっていうこの没入感だったり、確かに、ね、最高じゃないですか。なんかね、劇中に入り込めてるみたいなね。そうなんですよ。本当にありがとうございます、T さん。はい。作ってくれてありがとうございます。最後に T さんからちょっとメッセージをお願いします。はい。こちらのサウンドローダーで、はい、今ワンピースカードゲーム楽しんでいただいている人たちが、はい、まあ、さらに対戦を楽しんでもらえたら、嬉しいです。ワンピースカードゲームサウンドローダーボリューム1。ワンピースカードゲームサウンドローダーボリューム2、現在予約受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。
このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。